バンフ TV です。有名人です。カナダ人の有名人を紹介していきます。ジャスティン・ビーバー一番有名。もうこれ誰でもカナダ人って知ってるでしょ。これトロント出身でしたっけ。確かね1994年の感覚生まれで俺の2つ上なんですよ。おー、うん、世界で最もパワフルなセレブ第3位に選ばれてます。おジャスティン・ビーバーといえばカナダ人っていうのはみんな知ってる感じがするけど、皆さんいかが。2人目はねカーリー・レイ・ジェプケン。それ知らんな。知らん。あの、うん、コールミーメイビーの人ですよ。どんなの歌ってみて。コールミーメイビー、うん、たたたたん、フレーズ。あ、あれでしょ、あのアメリカのオールシティとコラボしたやつですよ。あ、それだった。それ知ってる。おーおーおー、それ知ってる。オールシティ好きなのよ。あ、分かった分かった分かった。あ、カナダ人なんだ。あと世界仰天ニュースのエンディングとか、うん、M ステにも出たことあるんですよ。確か俺見たことある。だから日本で結構知られてるのかな。なるほどね。じゃあ次はね、アブリル・ラビン。アブリル・ラビン、これ意外やったな。勝手にグッとアメリカ人やと思ってたら、なんで知ったんやろ。あ、ハローキティや。それアブリルの黒歴史だよ。みんな見て、やばいから動画。今日ほんまね、あのハローキティなんかもの前に知ってたけど、ハローキティやばかったよ。分かった。みんな最高、ありがとう、カカカカワイイ、デン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 。完全黒歴史です。本当にアビル・ラビンはね、カナダ人って知ってたのは、うん、カナダ人とばっかり結婚してるから、うん、もうカナダ全面出してる感じだったから。あ、うん、アメリカで活躍するカナダ人ベスト7位に、あ、ベスト7に入ってますね。セリーヌ・ディオン。セリーヌ・ディオンはこれ有名ですよ。実はね、俺調べてたから知っただけで、俺あんまり名前は知らなかった、うん、ああ、だろうね。俺がドンピシャの世代、ね、あれ言えばわかると思う。タイタニックの主題歌知ってるでしょ。はい、あの曲歌ってる人ですよ。どのでしたっけ。ミラーフォーエバーユー。あ、分かった分かった分かった。何とか分かった今。フランス語のアルバムセールスがもう世界最高。あ、ケラック出身、ね、はいはい、うん、第一言語はねフランス語なんですよね。なんか売れることによって英語が弾くようになって英語猛勉強したらしいんですよ。あ、そうなんだ。はい、なんかその名残か分かんないんですけど、今全部で7カ国語ぐらい喋ってる。すげえな。なんでそれついでじゃねえだろ、7カ国語って。中国、日本語、ラテン語、中国もいけんの、はい、ドイツ語、イタリア語、あとフランス英語か、ほら7個あるんです。キアヌ・リーブス。あ、キアヌ・リーブス。俺本当顔と名前が一致しないんで、え、あれなんですけど、有名作で言うとマトリックスです。あー、あれか、あの人か。俺世代ドンピシャだね。そうですよね、うん、ここちなみにあのこの人のお父さんお母さんより僕年上なんで、俺が来た時に初めて見た映画が、カナダで初めて見た映画がマトリックスだった。あー、うん、まあ、今日マトリックスも結構アクションがすごいじゃないですか。はいはいはい。それってあの日本のことすごい大好きなんですよ、この人。でなんか千葉真一っていう人。千葉真一知ってる？いや、名前しか知らない。戦国自衛隊知らない？あ、分かるんだ。知らねえよな、当たり前だよ。でもすごいファンやったらしくて、その人の映画から、まあ、アクションとか芝居を学んだって。福岡シャーキットにレイクを見に来たりとか、あと、あ、ラーメン屋はしごしてたりとか。へー、結構そういうのすごいね。ラーメン屋行ったら横立ってみたらマトリックスの人がいるの。こうやってラーメン食べてるって無理。次はね、ちょっと名前しか分かんないんですけど、ジム・ギャニー。ジム・キャリーです。あ、ジム・キャリー。知らん。分からへん。マスク見たことない。ああ、あの人か。分かった。マスクは分かる。まあ、あのマスクは分かるけど、マスクの中身の人の顔出てこないんじゃないかな。そう、あの緑になって、うん、すげえピシッと新庄みたいなスーツ着てる人しかっていうイメージが。ジム・キャリーはもともとコメディアン。あ、コメディアンで、うん、あのおバカ映画ばっかり出てきたんだけど、うん、まあ、後々団体社会派的な映画も出るようになり、うん、カナダを代表する大俳優に今なってますね。マイク・マイヤーズ。マイク・マイヤーズ、はい。俺ピンときてないんですけど、あの、うん、シュレックの声をやってる人。それは声優はピンとこねえだろ。なんかオースティン・パワーズって映画があったのよ。ジェームス・ボンドのあのスパイモノのこうコメディ化したみたいな感じの映画なんだけど、これで一気に有名になった気がする。次はマイケル・J・フォックス。これは有名だね。マイケル・J・フォックス、エドモントン出身ですよ。俺知ってるでしょ。知らない。うそー、れこれは知っててほしいな。バック・トゥ・ザ・フューチャーの主役だよ。あー、マーティー・マクファライですよ。マーティー・マクファライ。俺はね、ユニバーでアトラクションしか乗ったことないんで分かんないけど、
の映画多分見たことあるんですけど、うん、なんかもう覚えてないですね。これマーティン・マクフライのお父さんのモノマネできるんだよ、うん、そうね。ダイヤ50代ポンってきてただハンセン氏病にかかっちゃって、うん、かなりまあ活動が制限されてるっていう人でもあります。あと、ライアン・レイノルズ。お知らない。あのね、俺もねちょっと顔と名前が一致しないタイプの人なんですけど、うん、確かこの人デッドプールの人なんですよ。デッドプールも見たことない。分からへん。あのスパイダーマンみたいな服装で映画ですよ映画。ここに刀ターン持っててちょっとグロい系やけどすげえコメディの。デッドプールでは顔めちゃくちゃぶっさいけどなんだけど、焼けただれた顔してるんですけどああそういうことね、特殊メッカー。そうそうそう、時空が超イケメンなんですよ。へえ、俺分かったかも。なんかマーベルコミック的な、あ、そんな感じ、そんな感じのやつだよね。はいはいはい。あと映画関係で、映画監督、はいはいはい、ジェームス・キャメロン監督。ああ、そうか。これはね、もうスピルバーグ並みにもう有名な監督ですね。カナダやったんや。ね、俺も知らなかった実は、うん、一番有名なのはやっぱタイタニック。あ、タイタニック、うん、あとはね、あのターミネーターと、あ、ターミネーターもそうか。アバターも。アバターね。そう、アバター。あれ 3D の走りだったよね。うん、確かに、うん、あれから始まった、あれから始まったもんね。それを 2D で見ちゃった。あ、残念な人がここにいます。あ、でもね、あんま年いってから 3D 見ると酔っちゃうんで年関係ないと思ってもういくね、都市じりやめろよカナダ人の、有名人で文化人的なやつだと一番有名なのは多分デビッド鈴木。デビッド鈴木、名前からして日本人、日系なのかな。環境学者、カナダでその環境に関するテレビ番組ずっとやってて、うん、それが世界中で大人気で50カ国以上でその番組が放送されてる、ね、うん、だ世界的にこれ有名な、うん、あの著名人ですね、デビッド鈴木さん、うん、デビッド鈴木は世界的な有名人であり、うん、そしてさらに、まあ、日系人であるっていうのが我々にもちょっと親しみが感じられる人でありますね、うん、はい、であとはあれですよ、赤毛のアンは知ってるよ。赤毛のアンの作者です、モンゴメリー。でこれカナダ人で、まあ、世界的な著名人として間違いないですね、これは。マギー、マギ、あの日本でモデルやって、でかくなっちゃったとかでしょ。嘘、知らないけどこの人はね、うん、あのお父さんがカナダ人で、うん、でちっちゃい頃ハリファックスに住んでたらしいね。紹介したいのはね、うん、ミカエラ。ミカエラ YouTuber 知ってる知ってるよ。あのね、 YouTube の本当日本語でカナダを紹介する YouTuber の走りの人だよそれ。以上がね、まあ、バンフ TV が紹介するカナダの有名人、他にもいっぱいいるんですけどね、うん、まあ、いっぱいいるけど絞りました。